い、では続きをやっていきましょう。ですね、前回というかお伝えしている通りですね、1560年の61年ですね、1月に稲葉山城の攻略、美濃攻略戦ですね、こちらの方が始まりますので、前回から3ヶ月4ヶ月ぐらいかな、時間軸は進めてます。まあ、その間にやったことといえば、修行系を主にやったりしただけなので、ストーリー的に何か新しい進展があったというわけではありませんので、ストーリーをねご覧いただいている方はその点はご安心いただければと思います。で、今は1560年の12月24日になります。で、この後ですね、次の表情、ここでおそらく美濃攻略のための砂又城、築城とかね、そのあたりのイベントが始まるんじゃないかなと思ってますので、そのあたりから見ていければなと思っています。では、表情まで時間を進めていきましょう。利家からお茶のお誘いがありますので、お茶をしましょう。まあ、お茶じゃないんですけど、今タイに来てて、もうスターバックスに2日目でですね、4回行ってます。昼間やることが全くないっていうね状況なので、まあこのようにゲームをやっているか、スタバでコーヒーをすってるかというだけなんですが、表情まで進めていっちゃいましょう。川中島の戦いの様子がここで忍者より報告されてますね。1561年1月、再三北進の領域をめぐって争っていた武田軍と上杉軍が川中島の地で激突。これ第4次第3次かな、川中島の戦いですね。この別動隊、西条さんの別動隊を率いたのが山本勘助ですよね。キツツキの作戦先鋒、この辺りは有名な戦いなので、皆さんもご存知の方がほとんどなんじゃないかなと思うんですが、そうなんですよ。ここで武田信繁、これ信玄の弟で副将格の武将だったんですが、この武田信繁も戦死してるんですよね。勘助と同じく、あ、ごめんなさい、第4次川中島合戦でしたね。はい、では途上していきましょう。稲葉山城の攻略戦に入っていきますというところで、天下に聞こえた名城、いきなり攻めたとて落ちるものではありませんよというのが勝家の見解ですね。そこで砂又に城を築き、これを美濃攻略の拠点としようと思う。これが砂又城の、築城のイベントになりそうですね。で、数正から、あ、お待ちくださると、砂又に城を築くのは無理、川に囲まれた低地ゆえ、大雨になれば洪水となるというところですよね。しかも目と鼻の先なので斎藤勢がざまってはありませんというところで、有名な砂又一夜城ですね。秀吉の出世の街道をひた走る一員になった砂又一夜城のイベントが始まるんじゃないかなと思います。で、ここの時点ではおそらく最初に名乗り出てもしょうがないかなと思いますので、まずは黙っておきましょう。で、そうすると佐久間信盛が、まあ、やりますということになりますね。で、この後ですね、佐久間信盛がやった後、次1561年の3月に柴田勝家が同じように砂又一夜城の築城に失敗しますというのも、佐久間の森信が失敗するんですよね。で、勝家も失敗して秀吉の出番という形になりますので、ここはちょっともったいないですが、演出上ですね、翌月まで進めていきましょう。で、失敗したってとこですね。なので休養で表情まで先に進めちゃいましょう。で、これで登場していきます。
で今度は勝家が同じく名乗り出たというところなので、これも進めていっちゃいますね。で実際にはスノマタ一夜城といっても、秀吉が作った一夜城というのはなんて言うんでしょう、柵とかそういうのだけを組み上げた、簡易的なね、砦的な感じだったというふうに言われてます。実際そのお城をイメージするとね、堀があって、ちゃんとしたね、御殿みたいなものが建ってみたいなものをイメージされる方多いと思うんですけど、実際にはその川の上流で柵とかを組み立てて、それを流して、建てたという本当に、防御するための柵とかだけをまず組み立てて、その砦に見せたっていうのがね、そのまた一夜城の実際のところだったというところみたいですけど、それでもね、織田家中が失敗していた中、秀吉がそこまでうまく進めたっていうのは事実ですからね。で小一郎から兄上、そのまた築城のことで良き策を思いつきました。長雨による洪水、斎藤勢の襲撃、いずれも築城が長場が引くほど危険が増す、すなわち築城期間の短縮が鍵だということですね。例えばそう漁師のことをお考えくだされ、漁師は家で網を手入れし、川に行ってからは波打ちに専念、網打ちですね。なので築城法を言ってみれば、川で網の手入れをするようなものに手ということなので、今言ったようにあらかじめ木材を加工して、そのまたでは組み立てるだけというところですね。で織田家に仕える以前、木下藤吉郎は川波州の有力な一員、八須賀五六に、これは何て読むんだろう、帰職で合ってますか。では井の口の町にいるというので、この後行ってみましょう。まずは表情ですね。ここはそのまま行きましょう。自分は兵糧購入にしましょう。で4戦艦買えばいいというので、これ井の口の町で一緒にやっちゃいましょうか。誰だこれは、堀直政か。この辺りはね、サイドストーリー的なところなので、さっと進めて井の口の町に入りましょう。で早速小六に出会いましたね。おお兄ちゃんよ、ちゃんと前見て歩けということで、小六は武士っていうよりもどっちかっていうと山賊というか、その族上がり的なねところがあったみたいな、あの出自のようですね。で小六は当然この後秀吉の部下になるんですよね。八須賀家になるわけですが、宿老として仕えていくわけですよね。なんで義達に仕えるんだということで、織田家に力を貸さないかっていうようなやり取りを今やっています。で須磨田築城の手はず、まず須磨田の上流で木を切り出し、加工も済ませる。で築城が成功したら、小六も、召し抱えてもらうようにいますというところなんですけどね。ただ築城に成功したら、信長の配下ではなくて秀吉の配下に入れてくれと。いや、いいやつですね、コロクは。さあ、では、兵糧購入をしちゃいましょう。4000石って言ってましたね。では、買いますと。
で、算術はもうだいぶ鍛え上げてきてますんで、成功率はかなり高くなってますね、この大当たりを引く確率っていうのは。そしたらこの算術がね結構いいんで、商家の方に行って算術をやりたいけど井ノ口にはないか。そしたらちょっとミニゲームでもやっていきますか、道場。実はねこの道場がね秀吉かなり弱いんですよね。僕の戦い方が悪いのかなっていうのもあるんですけど、相手は槍ですね。ん、まずいか、大丈夫だね。結構ね秀吉弱いんですよね、この武芸に関しては。攻撃力もねやっぱりいまいちな感じなんで、背後に回り込んだりとかそういう工夫をしないとちょっとなかなか勝ち目がないかなって感じなんですけど、これもちょっとずつ鍛えていかないと話にならないところにはなるんで、我慢してやっていきましょう。これ槍で疲れないよ、真後ろに疲れてるけど。お、これは後ろを取ったけど一撃で倒せないんだよね。そうなんですよね、秀吉ちょっとこの辺りがねやっぱ弱いとこなんですよね。やばい、よーかわしてくれた。あれはもう完全に槍の間合いですよね。秀吉かー、これ食らって即死しそうだな。うわ即死は免れたけど、次のターンで次のターンでやられそうだな。うわそうなんですよね、ちょっとね武芸に関しては秀吉いまいちな感じですが、ただ連続斬り手に入れたか。なるほど、そしたら、あと44日あるんで、いつものお金増やしパターンをちょっとね皆さんにお見せしておきましょうか。その前に酒場でちょっと山賊対策の用心棒を雇っておきましょう。もうね結構山賊相手に秀吉大苦戦するんで、用心棒はね頼んでおかないともう不安しかないですね。でいつもお金の増やし方はですねもうほぼほぼなんですけど、座に行って交易品購入で茜、これを買えるだけ買っちゃいますって感じで買ってます。で買ったら大港に行って売りさばくっていうのねずっとやってるんですが、ここはせっかく来たので、商家で修行をちょっとしていきましょう。で物品購入もね結構その武将の親密度を上げるために必要になりそうなんで結構買っていくようにしてます最近だと。では商家で算術指示を受けましょう。だいぶ難しくなってきてるな。4にすればいいんですね。だったら、9-8-9、9にしちゃうとまずいね。1+2+3+4 で。8にすればいいのね。だったら、9+1-、どうしようかな。10だから、3にして5にすればいいね。おっと10-3、ああ間違えちゃいましたね。そしたら9+1-、どうしよう、9にするとまずいね。
5+2-374 で4。もう最近こういう計算しなくなっちゃいましたからね。続いて5にすればいいのね。そしたら 5-3 で2、1、2。お、ちょっと待って、今なんで間違えたの。ちょっともうこれはね、成功しないと満足な結果にならないので慎重にやりましょう。5+1 で6でしょ。6から2引いて4の4、これでいいかな。これで満足になるかな。まずまずですね。よしよし、算術はもう4になったので、これ以上は極められないので、算術はこれで OK ですね。じゃああと何鍛えていくかというと、武芸を鍛えていきたいんですけど、武芸がね秀吉いまいちなんで、算術の次に何を鍛えていくかっていうのもね、ちょっと考えていかなきゃいけないですね。で、大港に着いたので、ここで打っていきましょう。さあ、4になるとどうなんだろう。さらに、おっと、やりやすくなるのかな。ブハ、もう一回挑戦しましょう。売却、売却。おっと、またこれ引いちゃったけど、まあこれならいいでしょう。武芸はもう諦めて、算術の次に何を極めていけばいいのかっていうのをちょっと考えていった方がいいのかな。ではお城に行って襲名達成ですね。が、1600巻を没収されてしまったが、まあいいでしょう。で、あとは自宅で表情まで寝ていきます。で、そのまた一夜城のねイベントが始まるんじゃないかなと思いますので、そちらの方をご覧いただきましょう。算術の次何修行していくかですよね。本当にちょっと武芸は厳しいかなと思うんだけど、他に有効な役に立つかつ秀吉に向いてそうな、僕に向いてそうなのがあればね、ちょっとぜひ皆さんにも教えてもらいたいですが、表情の方に出ていきます。さあ、ここで秀吉が申し出るわけですが、これですの、また一夜城のイベントです。五六殿は手はず通り資材を川に流してくるはずじゃ。見張り以外は全員築城に回れ。流れてくる間に堀と土塁を作れ。資材が流れてきたら敵を防ぐ策を、次に櫓を、最後に兵舎を建てるのじゃ、ということですね。で、ここで斎藤勢が集結中ということになってます。さあ、ここで戦闘になりますね。この戦いに勝てる気がしないんだよな、秀吉の力で。3000対3000の戦いになってますね。柵をちょっと設置してみよう。
正面から出てくる敵をちょっとね、なんとか食い止めましょう。さあ敵がどう出てくるか。何？槍で攻撃してくるか。ここにも柵を設置しましょう。このね、安心できる戦い方をね、やっていきましょうね。よし、じゃあこれでちょっと待機しましょうか。敵の出方を見ましょう。グハグハ、結構撃ってくるね。今だとちょっと正直押されてる感じだよね。そうするとちょっとこっちも攻撃を仕掛けていきましょう。ただここで柵の効果なのかな、多少押してきてる感じはしますよね。ここはでももう打ち合いか、完全に全くわからないな、どっちが勝つか。多少押してるといえば押してるでいいんだよね、数的には。敵の大将は全く動いてこないんで、まあ、このままね攻め立てればいいのかなって感じもしますけどね。ただ数でいうとこれ勝ったとしても本当になんていうのかな、単純な数字の削り合いな感じで、戦国の戦って本当に例えば3000対3000で、一人でも多く残った方が勝ちみたいな感じには多分ならないと思うんですよね。実際にはその勝った方は損害はまああるにせよそこまでということもあると思うし、このゲーム上だとねどうしてもその数字だけをこの争いというかね見ていく感じになるんでしょうけど。さあそしたらちょっとずつ進軍を開始していきましょうか。でもあれか、橋を渡らなきゃいけないんだな。さあ徐々に勝機が見えてきた感じかな。まだ敵の大将は動く気配がないですね。ついに動いてきたか。そしたらこっちとしても前に出るっていうよりかはここで迎え撃つ方がいいですよね。ここに来て数的にだいぶ有利に
なってきた感じがしますが、ちょっとすいません、今洗濯機の方がだいぶ勢いよく回ってるのでうるさいっていう感じになってるかもしれないんですが、ちょっと今このまま進めさせてください。ちょうど乾燥機が回っててだいぶ音が出ちゃってますよね。すいません。誰かが死にそうだな。これ誰だ？小一郎か。小一郎をちょっと下がらせましょう。じゃあ、いろいろ持ってはいるはいるんだね。まあちょっと小一郎はピンチなので、ここで一旦待機させましょう。よし、タツを攻撃していきましょう。ここでできることはというと普通に攻撃しかないのか。一斉射撃とかちょっと使ってみたいですけどね。さあ、だいぶ勝機が見えてきたので、とはいえ秀吉がここで散るわけにはいかないので、一斉射撃は使えないのか。連携も使えないよね。鼓舞も使えるか。鼓舞ちょっと使ってみよう。何が起きたのかいまいち効果が実感できない鼓舞を使ってみましたけど、攻撃力がね、劇的に上がるとかだといいですけどね。さあ、これで残すは竜置のみになりそうだな。待機して、あとは竜置をみんなで攻撃していきましょう。このターンで決められたらいいけどな。まあ、自分の方は壊滅した人はいないので、そういう意味では大勝利になるのかな。なんかこの辺りも面倒なあれがなく、そのままバーンと全員同じ攻撃みたいにできればいいんですけどね。さあ、これでとどめが刺せますね。よしよし。さあ、1561年7月、木下藤吉郎は須の又城築城に成功した。これにより織田家の水攻めの、まあなんて言うんでしょう、これは橋、ちょっと読めないな、祈祷、ごめんなさい、ちょっと読めないです。ちょっと読み方教えてください。何々にほにゃららを得ることができたのであるとなってますね。さあ、信長様に報告じゃということですね。そうなんですよね、小禄から正勝になるんですよね。おー、これで100も勲功が上がって、八塚正勝でプレイできるようになりましたということで札を
ゲットすることができましたというところで、今回スノマタ築城をご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。次回はね、この続き、いよいよ竹中半兵衛を配下に組み入れていくようなところをお届けすることができるんじゃないかなと思いますので、次回その様子をご覧いただければと思います。というわけで今回はここまで。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。